ゆうちゃん、すまんがこれも頼めるか。とある田舎の町の隅にある小さな工場。ここが私の職場だ。大学を卒業してから、わけあって都会から単身この町に出てきた。はじめは今までの生活と違い、不満に思うこともあったけれど、今となっては居心地がいい。都会と違い、人と人が支え合って生きている。一緒に笑い、同じ時を過ごし、親身になってくれる。まるで大きな家族のような錯覚に陥るほど、私はこの町の人が好きだった。この工場では、社長の秘書として毎日仕事をこなしている。秘書とは言っても、ほとんどが雑用係。スケジューリングをするほど、社長自身も忙しくはない。みんなそれぞれ、仕事以外は、のんびり自由に暮らしている。社長、ちゃんと領収書をいただかないと経費で落ちませんよ。それと、仕事中は下の名前で呼ぶのはやめてください。優しい口調で咎める私に、社長の三田さんは頭をかきながら笑っていた。この人は私を救ってくれた恩人だ。わがままを聞いて、都会からやってきた私に職を与えて、住むところを見つけてくれた。何から何までお世話になっているので、正直頭が上がらない。厳しいな。でもそのおかげでうまくやれているよ。ありがとうな。照れ笑いを浮かべながら、その場を後にする社長の姿を見送り、私は再びやりかけの仕事を再開した。ここに来てからもう何年が経つだろう。気がつけば、20代の終わりがすぐそこまで迫っている。けれど不思議と焦りはなかった。きっと実家にいれば、両親に結婚しろだの、家を出ろだのとうるさく言われていたかもしれない。この町には私の過去を知る人がいない。だからこそ誰にとやかく言われることもないのだ。もう誰かの期待を背負って生きるのは息苦しい。幼い頃、祖父母が大好きだった私は頻繁に家を訪れていた。特に祖父は聡明な人でとても多才だった。小学校に上がる前に祖父の部屋で見つけた麻雀牌。不思議とその模様に惹かれ、やり方を尋ねた。幼い私が麻雀に興味を示すなんて、周りは驚いていた。難しいルールを聞いて、すぐに諦めるかと思っていたらしい。けれど、そんな大人たちの予想とは裏腹に、私はめきめきと実力をつけていった。祖父の家に行けば、必ず麻雀をして、大人顔負けの成績を上げる。私にはもともと麻雀の才能があったのかもしれない。あの頃は純粋に麻雀を楽しめていた。パイを握ると不思議と気持ちが高ぶっていく。指先の感覚、パイの鳴らす音、上がった瞬間の高揚感。私はどんどんと麻雀の魅力にはまっていった。気がつけばアマチュアの大会に参加し、何度も優勝するほどのレベルになっていた。同じぐらいの年の子供相手ではほとんど相手にならない。このままプロの雀士として活躍することを私は夢見ていた。中学生になると、学生の大会で勝ち進む生徒たちを多くの媒体が取材に来た。雑誌やローカルテレビ、ネット配信やウェブニュース、様々な取材を受けた気がする。そして名前が知られるにつれて、周りからの期待も強くなる。だんだんと負けることが怖くなり、他人をがっかりさせたらどうしようと、そのことばかり考える日々。ふと気づいた時、私は長い間自分の打つ麻雀を楽しいとは思えなくなっていた。自分でそのことに気づいてしまった瞬間に、私はスランプに陥る。何度打っても勝つことができない。運がいいとか悪いとか、もうそれだけでは言いようのないほど
成績はみるみるうちに落ちていく。それまで目をキラキラさせて応援してくれていた人たちも、だんだんと私に興味がなくなってくる。それを目の当たりにしたとき、自分の中で何かが爆発した。他人の顔色を伺いながら打つ麻雀なんて、何の魅力も感じない。もうこれ以上、私がここにいる理由もない。心から楽しめたあの頃とは、何もかも違うのだ。高校2年生の大会出場を最後に、私はそっと麻雀の世界から姿を消した。それでも、一度有名になってしまった私は、どこへ行っても他人の視線が気になるようになっていた。話しかけられて、心ないことを言われることもあった。なんとか大学は卒業したけれど、その頃にはストレスで心もボロボロになっていた。卒業を間近に控えても、就職活動なんてできる状況じゃなかった私に、祖父が三田さんの工場を口利きしてくれた。三田さんはもともと祖父の元同僚。今では生まれ育った田舎に戻り、工場を経営しているという。麻雀の世界を教えた祖父は、少なからず自分の責任も感じていたのだろう。田舎に引っ越せば、今より穏やかな暮らしができるかもしれない。そう思った私は、三田さんの工場に就職。大学を出たばかりで、都会から引っ越してきた私に、三田さんやこの町の人は、とても親切にしてくれた。おかげで今は、心穏やかな生活が送れている。このままずっと、私はこの場所で、静かに暮らしていたい。心の底から、そう思っていた。そんな穏やかな生活が、一変したのは、夏の終わりの日のことだった。お願いします。どうか契約を継続させてください。私と社長は、大口取引先の大手食品メーカーの本社に来ていた。有名な会社ということもあり、誰もが耳にしたことがあるほどの規模だ。10年以上変わりなく契約を進めてきたはずなのに、今回になって突然、今月で契約を打ち切ると言われてしまったのだ。この会社に契約を打ち切られてしまえば、工場の利益は半分以下になってしまう。ただでさえ小さな工場なのだ。そうなってしまえば、家族はもちろん、従業員たちも守ってやることができない。三田さんは必死に先方にすがりつき、頭を下げた。うちがそちらと契約するメリットが少ないんだよ。今までは、社長の口利きで懇意にしていたけれど、そろそろ企業としても無駄な出費を省いていかなきゃな。もっと大きな工場に頼めばコストだって削減できる。どう考えたって自分の利益が多い方がいいだろう。少し馬鹿にしたように笑いながら、取引担当者の大友部長は言った。彼は2年前にこの会社で部長に昇格し、その頃からうちの担当者になった。前は人当たりのいい男性だったけれど、大友さんは真逆のような人柄だ。もともと2年前に契約更新を渋られて、うちの会社が譲歩できる最大限まで譲歩して、今の取引を続けてもらっている。これ以上何を言っても、うちの工場は何も差し出すことができない。大友さんの言葉に、社長はただ頭を下げ続けるだけ。その必死さに心を打たれて、私も隣で頭を下げる。わかりました。じゃあこんなのはどうですか？今夜、私の家で麻雀をしましょう。そのゲームに勝ったら、変わらずに契約を継続しましょう。ただし、負けたら。言葉が終わる前に、大友さんの鋭い視線が私たちに刺さる。皆まで言わずとも何を言わんとしているのかは察しがついていた。この誘いに乗れば契約を続けてもらえるチャンスがあるかもしれない。
何としても今夜の麻雀で大友さんに勝たなければ。けれど、大友さんは噂に聞く大の麻雀好き。きっと腕前の方もそれなりに強いのだろう。三田さんの実力を知らない私は、この勝負を少しだけ不安視していた。すも、ちいそ。終業後、指定された時間に大友さんの家を訪れると、あらかじめ呼ばれていた部下の二人が加わり、麻雀大会が始まった。始めてみると、あれよあれよという間に、大友さんばかりが上がっていく。はじめは運がいいのかと思っていたけれど、どうやらそれだけではないらしい。これって、元禄済み？大友さんが連続でつも上がりをしている様子を宅のそばで見ていると、気づかれないように部下二人がせっせと手積みでイカ様行為をしている。それに気づいた私は、社長にそのことを伝えようと試みた。けれど、私の行動に気づいた大友さんは、ものすごい勢いで圧を加えるように私を睨みつける。結果的に三田さんは勝つことができず、契約は打ち切りとなった。残念でしたな。なんとも噛み応えのない試合で。含み笑いを見せた大友さんに、私は怒りを覚えた。こんな試合はフェアじゃない。がっくりと肩を落として、うつむいた三田さん。代わりに私は、大友さんに、イカ様行為をしていたことを指摘した。もう一度、やり直してください。私の言い分に、とぼけた様子で、大友さんは笑う。なんだ、負け惜しみか？もう、試合の決着はついただろう。ぎゅっと拳を握りしめて、怒りを抑えながら言った。あんなイカ様行為で勝って嬉しいですか？はじめから勝たせるつもりなんてなかったんでしょ？だんだんと声が大きくなっていく私。大友さんはそれに合わせて鬱陶しいとでも言いたげな表情を見せる。見苦しいな。何の言いがかりだ。証拠はあるのか？慈悲をかけてやったというのに、こんな言い方をされるなら、はじめから全部打ち切りでよかったな。どう指摘してもイカ様を認めない大友さんに、私は腹が立って仕方ない。わなわなと震える私の腕をつかみ、それまで黙っていた三田さんがゆっくりと首を振った。結局麻雀の対決に負けた私たちは、そのまま大友さんの家を後にした。悔しさと悲しみが胸いっぱいに広がる。それでも私に心配かけまいと、三田さんはキロでも明るく振る舞う。私よりも悔しいはずなのに、イカ様に気づいたのに守ることができなかった。自分の無力さに自己嫌悪に陥る私。暗い夜道に冷たい風が吹いた。それから一ヶ月後、契約を打ち切られてしまった反動で工場の支払いが滞り、結果的に大きな負債を抱えることになってしまった。なんとかして従業員の生活を守りたいと、周りの知り合い業者に声をかけ、次の就職先を見つけようとするその姿勢に胸が熱くなる。こうして私も三田さんに守られてきた。あんな卑劣な形でこの会社を終わらせたくなんかない。ここにいる皆が工場を大切に思っているのは誰の目から見ても明らか。自分の力でどうにかできるのなら、私は意を決してもう一度大友さんに会いに行くことを決意した。数日後、麻雀の再戦を申し入れた私は大友さんの家に向かっていた。私が勝てば今回の契約打ち切りを撤回して、より良い条件で再契約を結んでもらうことを条件にしていた。負けた場合、工場の権限を大友さんの会社に譲ることになっている。これ以上負けることは許されない。イカ様があることを承知の上で、私は牌を操らなければいけないのだ。
プレッシャーが重くのしかかる。ブランクがあるせいで、本当に自分の実力が発揮できるだろうか。不安を覚えながらも、今の私にはこの選択肢しかない。今まで私を支えてくれた三田さんに恩返しがしたいという一心で、今私はここに来ている。深呼吸して精神を整えた後、大友さんの家のチャイムを鳴らそうとする私に、一人の男性が声をかける。待っていたよ。君ならここに来ると思ってね。振り向くと、そこには大手会社の社長である堀内さんが立っていた。堀内さんの会社は、うちの工場と2番目に大きな取引をしてくれている会社。今回の件を三田さんから聞いていたらしい。うちの周りでも大友さんの悪い噂は聞いていてね。今回の契約を麻雀勝負で決めるって言うじゃないか。君ならきっとやると思ったんだ。かつてプロになることを有望視されていた君ならね。堀内さんの言葉に私は驚いて目を見開いた。いつから知っていたんですか？堀内さんは笑いながら私に告げる。君が三田さんのところで働き始めた時にすぐ気づいたよ。もっともこっちに来たばかりの君は暗い顔をしていて、なんとなく話をすることをためらってしまってね。堀内さんは私の正体を初めから見抜いていたらしい。過去の記憶が走馬灯のように私の中を駆け抜ける。一瞬まだ怯える気持ちがあったけれど、私はもう自分から逃げることをやめた。この先の未来を自分の手で変えていくんだ。ロン、チートイツドラヨン。堀内さんがついてきてくれたおかげで、大友さんは緊張からペースを乱していた。今回はイカサマ対策のために動画を撮影することをあらかじめ堀内さんが申し入れていたようで、以前のように部下を使って細工をすることはできない。実力勝負となったことで勝率はぐっと上がる。数年ぶりの感覚に胸を躍らせながら、私は思わず笑みをこぼす。こんなに楽しいと感じる麻雀、いつぶりだろう。決して手を抜いているわけじゃない。勝負にこだわる姿勢は変わらないけれど、それよりも久々の麻雀の感覚に体が喜びを感じていた。やっぱり私は麻雀が好きなんだ。ありがとうございました。結果は圧勝に終わった。手元にある展望をじっと見つめて考えに浸っていると、あからさまにイライラした様子の大友さんが私に食ってかかる。ふざけるな。女だからといって手加減してやれば調子に乗りやがって。その言葉に私も我慢していられない。麻雀に性別は関係ありません。力も対等です。負けたのはあなたの実力不足でしょ。私が言い返したことで余計に火に油を注いだのか、大友さんは声を荒げる。見苦しいぞ。負けを認めたらどうなんだ。今までだって補足な技でこうしていろんな会社を追い込んできただろう。堀内さんは割って入ると、大友さんに一つのファイルを見せた。その中には今まで大友さんにイカサママージャンで契約を破棄された会社の証言がいくつも盛り込まれていた。それを見た瞬間、大友さんは笑い声を上げる。証拠はあるのか。こいつらが嘘を言っているだけかもしれんのに、なぜ信じる。堀内さんは真剣な眼差しで大友さんを見つめたまま、ボイスレコーダーを取り出し録音を流した。話している内容は堀内さんの会社に採用された社員からの告発。そして彼は大友さんの元部下だったのだ。みるみるうちに顔面を蒼白させる大友さん。この件は今回の動画とともに君の会社に報告させてもらう。
そう言って家を出ようと促された私は、振り返って大友さんの様子を伺った。彼は何も言えないまま、その場に立ち尽くしていた。一ヶ月後、すべての問題が解決した工場は、今まで通り稼働していた。堀内さんの計らいで、取引を増やしてもらった上に、大友さんが今までやってきたことを告発したことが明るみになり、大友さんは会社をクビになった。そして、それまでのひどい行いを止められなかったことを社長にお詫びされ、今までよりもいい条件で再契約をしてもらえることになった。自分の思い切りと行動で工場や三田さんの大切なものを守ることができて、私は本当に満足している。そして今、新たな気持ちに気づかされた私は、再び麻雀の世界に舞い戻った。今では仕事の傍ら、プロテストを受けるところまで来ている。今度こそ、自分の気持ちに嘘はつかない。私は麻雀が大好きで、きっとこれからも好きで続けられる自信がついたから。